子供の頃の飼育小屋の動物を殺してた犯人が分かったかもしれないというタイトルで立てられたこのスレ。スレを立てたイッチは、小学生の頃に学校で様々な動物が殺されるという事件に巻き込まれ、ある事情から犯人扱いをされてしまいます。そして高校生になった頃についに真犯人が分かったかもしれない。しかもその犯人はイッチのよく知る人物かもしれないというのでした。後にこのスレが2ちゃん伝説のスレとして語り継がれることになるとはまだ誰も知らないのでした。子供の頃の飼育小屋の動物を殺してた犯人がおそらくだが十中八九友人で間違いないと話すイッチ。小学校ではよく見られる飼育小屋。イッチの通う小学校ではその飼育小屋でウサギや鳴かない鶏を飼っていたそうです。また学校には小さな池があり、金魚などもたくさんいて、イッチは動物が好きだったこともあり、生き物係として様々な動物の世話をしていたようです。大阪からの転校生だったイッチには、王という友達がいて、その王は頭が良く運動もできる生徒だったようですが、4年生の頃からなぜかテストでいい点数が取れなくなっていったそうです。イッチによれば、わざといい点数を取らなくなったのかもしれないそうで、それは王が目立つことが好きではなかったからではないか、とイッチは推理するのでした。そんな夏休みが終わった頃、イッチのクラスで最初の事件が起きます。クラスで飼っていたメダカが死んだのです。すべてのメダカが死んでいた頃から、最初に一匹が死に、そのために水が腐ってしまったので、すべて死んでしまったのだろう、とイッチは考えましたが、先生が何やら騒いでいたのを覚えていて、その原因は別のクラスのメダカも同じように死んでいたからだということが後日わかったそうです。誰かメダカを殺した奴がいるんじゃないか、という噂が立ち、学年中で犯人探しが始まりました。生き物係だったイッチは思い入れが強かったこともあって、犯人探しに躍起になり、別のクラスの王にも相談しました。ちなみに王のクラスのメダカは無事だったようです。イッチの相談に王は誰かが毒でも入れたんじゃないの?と答えます。その頃のイッチは、毒と聞いてもピンとこなかったようで、そのまま時は過ぎ、犯人探しのブームも去って、冬になった頃、次の事件が起きます。今度は、学校の中庭にあった池の魚が大量に死んでいるのが見つかって、大騒ぎになったのです。そして、その池によく足を運んで、虫などを捕まえていたイッチに疑いの目が向けられます。イッチが、池に毒を流したという噂が流れ始めたのです。ここで小学生の時にメダカを全滅させたことがあるという体験をカミングアウトするスレミンが突如現れます。何でも教室に湧いていたカツオブシムシを水槽に入れたらメダカが全滅し、すごい発見をしたと思って隣の教室の水槽にも入れてみたところ、やはりメダカが全滅したとのこと。カツオブシムシとは、その名の通り、カツオブシに湧いていたところからその名を付けられた虫で、幼虫は衣類などの繊維を食い荒らす害虫です。このカツオブシムシを使い、学年すべてのメダカを全滅させるという、道徳を1ミリも持ち合わせていないスレミンは、他のスレミンたちからイッチの学校のメダカ事件の犯人扱いされるのでした。イッチは、池の魚が死んだ件に関して、自分はそんなことはしないと言いますが、もともと虫博士と呼ばれていたイッチのあだ名は、虫殺し博士や死神という割とハードなあだ名にされてしまったようです。しかし、そんなイッチのことを王はかばってくれ、イッチは王が一番の親友だと思い、王の家に入り浸り、
スマブラにハマっていったそうです。冬休みを王と過ごしていたイッチが、池の魚殺したの誰なんだろうな、と聞くと、王は、誰かはわからないが、多分そいつは今頃笑っているか苦しんでいるかのどっちかだと思うよ、と意味深に答えます。この言葉はあまりよくわからなかった、とイッチは言います。そして、そんなイッチの小学生の頃の話を聞いて、黙ってはいられないサイコパス予備軍のスレミンが、ウサギの子供を素手で触ると親が噛み殺すと聞いて、飼育小屋のウサギの子供をみんななでなでしたら、次の朝飼育小屋が人だかりになっていた、といった話をすると、そのスレミンに対し、そうやって命の尊さを学ぶんだが、と、さも常識人のような発言から、ハムスターを階段から転がして死なせた、その上、死体をマンホールの穴に押し込んだ、と発言する、異常者たちのイキリマウント大会が開催されてしまったスレ。そんな中、冬休みが明けて進展があったというイッチ。夏休み前の大掃除の後に、イッチのクラスの洗剤はかなり減っていたので、先生が買い足したのだそうです。しかし、その新しいはずの洗剤が、ほとんど入っていない状態で、掃除用具入れの中から見つかったのです。池の魚たちは洗剤を使って毒殺されたのか。クラスメイトの疑いの目が、また、イッチに向けられるのでした。イッチは自分の無実を証明するために真犯人を見つけたいからと先生に協力を仰ぎますが軽くあしらわれます。そうこうしているうちに5年生になったイッチはもう虫殺し博士とは呼ばれなくなり生き物係を継続しました。5年生からは飼育小屋の掃除も生き物係の仕事としてやらなければいけないそうです。いよいよ本題の飼育小屋登場によって完全に死亡フラグが立ったウサギに避難を進めるスレミンが現れる中、イッチは近所である事件が起きたと話し始めます。不審者が生き物を殺している。そんな噂が回ってきたのです。実際に被害も出ており、ニュースになっていたというイッチ。猫や犬を殺している人がいるから気をつけるように、との連絡網が回ったそうです。殺人鬼は人を殺す前に大体動物を殺す、というサイコパスあるあるを披露したスレミンに対し、犬猫まで行ったらもう引き返せない自分は魚まで、というギリギリアウトな発言をするスレミンも登場し、混沌とした雰囲気の中、イッチからさらに衝撃の発言があります。バラバラになった猫が発見されて大騒ぎになった。さらに山に虫取りに出かけたイッチは犬の死体を見つけてしまい、交番に届け出て警察も巡回を始めた頃、今度は飼育小屋の鶏とウサギが殺されたというのです。犬の死体の第一発見者ということもあり、またも犯人扱いされてしまうかわいそうなイッチは、王と遊ぶ時間がさらに増えたそうです。しかし、ほどなくして犯人が警察によって捕まりました。その犯人は、猫の鳴き声が嫌いだから、という理由で暴れた前科のあるおっさんだったのです。この犯人に対し、犬と猫を殺す奴は血祭りにあげてやる、や、ほんと最低だな、そのおっさん、などと、犬や猫には優しい、常識的な感情を持ち合わせた、人間の振りがうまいスレミンたちも登場し盛り上がります。犯人も捕まり、一件落着かと思われた一連の事件に、何かがおかしい、と腑に落ちないイッチ。それは、イッチが犬の死体を見つけたのは、学校から2キロも離れた場所で、さらに、その犬は野犬であり、死因もただの、のたれ死にであったこと。事件性のない犬の死体を見つけたイッチは、犬が殺されていると学校で騒いでしまい、そのタイミングに合わせるように、ウサギが殺されたとイッチは言うのです。鶏とウサギを殺した人物は他にいるんじゃないか、
という疑問を持ちながら、犬の死体は実は事件とは関係がなかったということを誰にも話さずに、イッチは小学校を卒業します。そのことは誰にも話してはいけない気がしたというイッチ。というのも、犬が殺されていたと話した相手は何人かの友達と王だけだったのです。そして学校の飼育小屋の扉を壊してまでウサギやニワトリを殺したり、メダカの事件にしても例のおっさんが関係しているとは考えにくく、もしかしたら自分が犬のことを話した人物の中に犯人がいるんじゃないか、そう思ったからだと言います。その後、イッチと王は別々の中学に進学して疎遠になり、何事もなく平穏な生活を送っていたイッチでしたが、当時クラスで流行っていたいたずらを受けた時にとあることに気づきます。それは筆箱を開けて中にいたずらをするという類のしょうもないものだったというイッチ。何度もやれるうちに仕返しがしたくなり、イッチは筆箱を開けると防犯ブザーが鳴るように仕掛けを作りました。イッチの仕掛けに引っかかった友人は、筆箱を開けたら大きな音がするからあまり相手にしない方がいいやと思ったと語ったそうです。これを聞いてイッチはハッとします。イッチは小学校の飼育小屋で殺された鶏を思い出したのです。普通鶏は鳴くので殺そうとすれば大騒ぎになるのは必至。わざわざ騒ぐ鶏がいる飼育小屋に侵入しようとする人はいないでしょう。しかしイッチの小学校の鶏は鳴かない鶏だったのです。そしてこのことを知っているのは一部の人間だけであり、イッチはこの時に犯人がだんだん絞れてきた気がしたと言います。そして高校生になってまた同じ学校に通うようになったイッチと王。目立つことが嫌いでスマブラが強いままと相変わらずの王でしたが、雰囲気が以前とは何か違い、少し影が増えたような気がすると思いながらも、イッチはまた友達として王と付き合い始めるのでした。そのまま時は流れ、イッチたちは高校3年生になり、王の家でのんびりしていると王が飲み物買ってくると外に出かけたそうです。その時にイッチは今でも後悔しているという行動に出ます。エロ本でもあったらいじってやろうといった軽い気持ちで王の本棚を漁ったのです。王の本棚には彼が好きな推理物がたくさんありましたが、それらはすでに埃をかぶっていてもう読まれなくなっていたようです。その中で何度も読み返した跡が残る2冊の本にイッチは気づきました。1冊は狩り人肉殺人事件、そしてもう1冊は舌下。パリ人肉殺人事件とは、1981年にフランスで起きた猟奇殺人事件で、犯人は日本人留学生の佐川一世。友人女性を射殺し、その肉を食べたという事件です。もう一冊の舌下は、1997年の神戸連続児童殺傷事件の犯人、榊原として知られる元少年 A が自ら起こした事件の経緯から犯行後の社会復帰までを書いた本です。王の本棚には共通して人が死ぬ内容の本ばかりだった。この事実から、イッチの頭の中の点が線で繋がれていきます。毒を入れたんじゃないか。王が言ってから洗剤は見つかった。学校の鶏が鳴かないことを王は知っていた。そして、イッチが事件性のない犬の死体を見て勘違いして話した相手は王だった。王と別れた後に、イッチはいても立ってもいられずに小学校に電話をします。しかし、当時の先生はもう残っておらず、無駄足かと思われましたが、イッチが6年生の時に担任だった先生が定年退職していたことを知り、連絡網から電話をかけて会う約束を取り付けました。後日、先生の家に呼ばれ思い出話をするイッチは、
ここで話の核心に触れます。ウサギが殺されたことに関して隠していることはありませんか？と顔を曇らせた先生を見てイッチは、やはり何かあったんだと確信します。先生は当時を振り返り、ため息混じりに口を開きます。まず警察に捕まったおっさんは、猫は殺したが鶏やウサギは殺してないこと、警察は内部の人間の犯行を疑っていたが学校側が捜査を断ったこと、学校は生徒の親に連絡網を回し、犯行時刻に家にいなかった生徒を特定しており、その中には王も含まれていたことなどを話してくれました。そして先生は、王君を疑っているのかいとイッチに聞き、イッチはその問いにうなずくのでした。当時の先生方は王を疑ってはいたものの、公にするわけにもいかず学校では黙認しようとしていたが、ウサギの件以来王が犯人であるとの見方は強まっていったそうです。それというのも、王には目立たないようにわざとテストの点数を落としたり、体育の授業でも人と関わらないようにするといった不審な点があり、異常にプライドが高く、人に馬鹿にされることが大嫌いで、ストレスを物にぶつけて発散する人間だと先生方は知っていたからだそうです。メダカが死んだ時に、自分のクラスのメダカを可愛がっていた王がそんなことをするはずがないという教員もいたそうですが、イッチの担任だった先生は、王はストレス発散のために生き物を殺すようになったが、自分が大切にしているものは殺さない、自分の所有物を傷つけられるのは我慢できないタイプだと気づいていて、王が犯人だと確信していたと言います。メダカが死んだ一件から王の態度は目に見えて良くなり、トラブルもなくなったが、そのことを誰も王に問いただすことはなかったと先生は言います。そんなことをして王が暴れ出したら、そう考えての対応だったようです。イッチはここまでの先生の話を聞き、メダカが死んだ時なぜ王がイッチをかばってくれたのかを理解します。イッチと王の間に友情関係などはなく、王にとってイッチは所有物として見られていたのだと悟るのです。数日後、落ち着きを取り戻したイッチは王の家に行き、部屋に上がります。どうしたんだという王にイッチは話を切り出します。ちょっと懐かしい話だけどと言いかけたイッチに、王はかぶせるように、なんでわかったと言ったのです。驚きで言葉も出ないイッチに、王はさらに、なんでわかった、誰から聞いたと問い詰めます。恐ろしくなったイッチは部屋を飛び出し、振り返りもせずに一目散に家に帰り、携帯から王の番号を消しました。それ以来王から連絡は来ていないとイッチは言います。ここまでのイッチの話は6ヶ月前の出来事であり、現在イッチは広島の大学に通っているので王とはもう会うこともない。そして今思えば、王と同じ高校になったのは偶然などではなかった気がするとイッチは言うのです。王の正体にすれないは恐怖に包まれつつ、イッチの恐怖体験の話はここで終わります。イッチの話に対して、面白かったという感想や、気をつけろよと今後のイッチを心配するコメントで穏やかな空気がすれないを包む中、現在は製薬関係の研究員になったというかつての鰹節むし日記が再登場し、人は変われるという可能性を示しながら、スレは幕を閉じるのでした。人間の中にある狂気を感じるスレでした。あなたのお友達は大丈夫ですか？ご視聴ありがとうございました。